今までこの風景を撮っていませんでしたが、まだジャン君とポンちゃんにはケージを出した状態にしています。ケージの扉はですね、もうどのぐらい10日目ぐらいから開いてはいるんですけれども、何かの時にここに入るということが、はい、このケージに関しては、いずれは撤去してですね、持っていますが、上下運動の、数の一つとしては結構使えていますので、あとは何かこうたまにねくつろぐ時にこのベッドでよくジャックは寝ています。この位置にですね、例えばニトリの棚ですね、などが入るんであればこれを取って、しまいたいんですけれども、今のところその余裕はないので、このケージそのものを使わせてもらっております。これが新しい仕事場の風景です。なんかねマウスの前に何かあるんですけどね、これね、今カオリンの動画を制作しているとこなんですが、なんだこれなんだこれなんだこれまあ理想的なオフィスっていう感じでしょうか。